はい、ブラックナイトでーす。ということでね、今回はですね、またね、ちょっと悪質な、グリッチが、来ちゃいましたってことで、まあ今日はね、それをちょっと隠さずに、皆さんにね、お教えしようかなと思います。はい。もうなんやかんやってね、まあ、いろいろな意見があると思うんですけど、なんやかんやで見たいでしょ、皆さん。はい。なんで、ちょっと、早速いましたね。死ぬってことで、こんな感じで、もう、大体理解しましたよね、皆さん。はい。そういうことです。ガレージに引きこもっているやつを一掃することができる、グリッチでございます。はい。どういうグリッチかっていうとですね、もうガレージ、もうこのセッションにいるすべてのプレイヤーは、はい。どこのガレージに入ってもすべてこのガレージに、はい、ま、ここになんかガレージあるってちょっとおかしい感じになってるんですけど、このガレージに集められます。はい、また来ましたね。お前もまた、あの世を葬って、あ、はい、こんな感じでガレージ出ちゃうと、まあ、消えちゃうんですけども、こういうね、めちゃくちゃ悪質なグリッチを使って今日はね、PK をやっていきたいと思います。はい。じゃあね、早速、やっていきましょう。はい、ちょっとね、人が全然来なかったので、ちょっとセッション変えてきて、お今一瞬見えましたね。はい、でもね、皆さん、ちょっと安心してください。僕ね、これ、プライベートとかでこんなこと一切しないの。はい、あくまで動画のネタとしてご覧ください。はい。あ、いたね。死ぬこれはひどいな。また悪質なの来たで、これ、ほんまに。あ、また来ましたね。死ぬ悪質やな、これ。いや、でもね、本当にこのグリッチに関してはもう、本当にワープグリッチとかよりも、まあ、僕は多分、悪質だと思いますね。はい。動画の最後でやり方とか、ね、お教えするんですけれども、やり方が簡単プラス、死ぬことがないじゃないですか、これ。もうガレージに引きこもってるんで。なんで本当にワープグリッチよりも悪質だと僕は思いますね。うーわでも皆さんこれ、まあ、僕しね、まあ、こんな実況者あんまり、あ、また来ましたね。死ぬ、まあ、こんな実況者あんまりいないと思うんですけども、悪質なねグリッチを紹介して、まあね、楽しいですよみたいな感じの雰囲気を出してる実況者さんはいないと思うんですけども、ね、まあ、1回ぐらいやるのはいいんじゃないですか。ちょっとどんな感じなのかなみたいな感じで、うん、あんまりね、ちょっと日常的に使うとね、さすがにあれなので、はい、まあ、ちょこっと使うぐらいだったらいいんじゃないですか。結構これ面白いですし、うん、はい、ちょっと人全然来ないんで、またセッション変えましょうかね。はい、はい、またセッション変えてきて、お、また入ってきましたね。死ねー、もう安心してますね、この人は。はい、もうガレージにいれば死ぬことはないっても安心しきってるんですけども、もう容赦なく殺すことができますね。はい、もうね、ここに芋っておけば、もうゴキブリホイホイのようにもうガレージに入ってくれたら全てここにホイホイ入ってくるんで、はい、もう芋っておけばもうバンバン倒せますね。うん、待ち時間暇やなこれ誰も、あ、来た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 、しない、おるあれ、ちょっと待って、あ、やばいこの人リスナーさんかもしれん、ちょっと待って、あれ、うわ、リスナーさんや、ごめん、ごめんなさいすいません、ちょっとリスナーさんやったわこれ、ちょっとごめんなさい、すいませんって送っときましょうね。これね、これちょっと危険なのはね、これフレンドのマークが出ないんで、まあ俺みたいなことになる可能性もあるんで、皆さんね、ちょっと注意してくださいね。あれ、じゃあね、またセッション変えてきて、もうこんな感じでもうバンバンセッションを変えて、お、誰かいるね、お、なんか指さしてきたぞこいつ、なんやお前、なんだもう驚いてるだろうね、この人も。ガラス越しにこの奇妙なアンパンマンがいるっていうね。俺も指さしておきましょうか。いや、でもこれ、立場これ逆やったら俺マジで怖いわ、こんなん。ガレージのガラスの向こう側になんか、ね、この実写版、ま、アンパンマンみたいなやつがいるっていう、まあ、ことなんで、マジで怖いでしょ、これ。VC いるし、しかも。なんかこの人殺せないな、なんか。なんかちょっと殺しづらいな。この人はちょっとじゃあ、殺さない。なんかうっさいな、もう。これ夜中なんすけど、本当に夜中からうるせえな。俺が一番うるさいけどね。どっちあるんですか、それ。ちょっとこの人はちょっと殺せないんで、どうしようかな。この人はちょっと殺せないんで、ちょっとセッション変えましょうか。うん、また来たね。うん、何や、あれ。あれ、アンパンマンじゃね、これ。アンパンマン。アンパン、おーおー、なんか二人来たぞ、おい、大丈夫か。なんかアンパンマン二人来ましたね。んー、なんだこれ。
これ、さっき俺が殺した人だよね、これ。間違って。これもう、企画察したでしょ、この人。ほんと、これもう近くで見ると相変わらずうっとうしい顔してんな。これもう企画察しましたよね、多分この二人は。じゃあね、じゃあもうそろそろ、リスナーさんがちょっとたかってきちゃったっていうこともあるんで、もう、そろそろじゃあ説明の方に入りましょうかね、このグリッチの。はい。もう本当にね、もう1、2分あればできるんで、はい。じゃあね、紹介していきたいと思います。はい、じゃあね、グリッチ、このグリッチの説明を、やっていきたいと思います。はい。まあ、あくまでね、いろいろある、このグリッチはね、まあ、自己責任でお願いしますね。はい。はい、じゃあ、説明していきましょうかね。まずこのジョブを開いてください。はい、で、ジョブを開いて、ジョブをプレイ。で、このブックマーク済みっていうのを選んで、で、このレース。あー、しくったしくったしくった。あー、何してんの。ブックマーク済みで、このレース。これをやってくださいね。このレースのダウンロード方法は、ダウンロード方法というか URL は、概要欄の方に載せておくので、そこからダウンロードしてくださいね。はい、で、このが、このレースをまず、やります。はい、一人でも大丈夫ですね。はい、一人でやりますね。で、はい、一人でやったら、ここに来たら、終了します。はい。で、もう、これで終わりですね。はい。もう、あとはセッションに戻れば、あの場所にいてます。はい。すごい簡単ですよ。もう、本当に、1、2分あれば。まあ、このグリッチが唯一難しいって言ったら、まあ、ね、ダウンロードぐらい。ダウンロードするところぐらいかな。うん、ダウンロード、まあ、やり方わからない人、いるかな？さすがにいないか。あ、まあ、とりあえずあのレースをダウンロードすればもう簡単にできますね、このレース、あのグリッチは。はい。で、これで、セッションに戻ると、はい。もうこれでグリッチ成功ですね。はい、ここにいると自分のガレージなんですけども、ここですね、ちょうど。ちょうどここに来ると武器を持ってます。でも武器を持った瞬間からもう異次元のガレージですね。今多分、セッションでガレージ入ってる人がいないんで、ここにプレイヤーいないんですけども、もうこの全セッションのプレイヤーはガレージに入ると、すべてここに集められます。はい。まあちょっとこれ誰も入ってこないな。はい。まあ、てな感じですね。はい。まあ非常に悪質なので、本当にもう何回も使うんじゃなくて、まあ、1、2回ぐらいだったらいいんじゃないですかね、もう。何回でやりたいでしょ、みんな。なんで、まあ、1、2回ぐらい使ってみたらどうですかね。はい。ってことで、まあ、いろいろ意見あると思いますけども、はい。ブラックナイト山田でした。